アニラボートーク、衣装頑張ったもんかいです。小林博之です。ズブライ松井です。ウラジェ山下です。お願いしま す。はい、というわけで今回も動画のコメントにお返事しながらトークをしてまいります。はい、行きましょう。どうぞ。今週はですね、行こうぜ。恥ずかしながら、なんだ、僕がデレマスの匠人のコスプレメイクをさせていただきました。はい、こういう通販番組あるけど、ずっと仲良く立ってるの嫌いだから、MP が中指だった。やべえやべえやべえ。ないっすよ。やべえ、連続で喧嘩打ってることになっちゃうから。挑発がすごいなと思って。一回書くたびに。一出るかな。穴開くまで見てよ。バリ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 。違う、それだと青鬼時アニメーションになっちゃう。多分ディオさんもいてなんのかなと思ったから。あ、ディオさん懐かしいな。行きましょうか。はいはい、コメントお願いします。弾丸論破、希望が宮学園最終話。はい。絶望の時の狛江殿区では確か寝台の島の腕を移植した方が何度かあったような気がします。2で出たような希望に持ったから江の島の腕を外してロボにしたんじゃないでしょうか。そうですね、確かそうでした。うん、江ノ島純子ちゃんの腕を移植してなんか絶望として活動してたんです、確か。へえ、絶対絶望少女の時に言ってたのかな、確か。あ、そっか、その間の話だもんね、ワンとツーの。それでなんか小前田君がなんか黒幕の操ってる、小丸ちゃんを操ってるみたいな、その話だったんじゃなかったっけ、確か。確かね、僕ね、ゲームやってないんで分かんないんですけど。いや、それ読んですごい勉強になった。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、たくみん。いつも見させていただいていたのですが、初めてコメント失礼します。山下さん、メイクすごく上手くなっていくのが見てて楽しいです。最近は河合さんの動画や山下さんの動画が生きがいです。次の楽しみにしてます。頑張ってください。ありがとう。生きがいだったらやめるわけにはいかないですね。死んじゃうかもしれないから。一人の人生を背負うことになってしまった。アニラボの動画でね、ぜひ楽しんでほしいね。背負うぜ。続きまして、トーラブ1話、コスプレメイクが楽しみです。トーラブのね、やるんでしょうか。言われてる、ね、言われてますよ。おー、外人みたいなリアクションしましたけど、私も。おー、まあアニメに出てるキャラの中でリクエストしてくれたらやる可能性が高いかもしれませんし、高くないかもしれません。ゴブゴブだね。やらないかやらないか、ゴブゴブよ。そうですね、100ゼロでしたけど、今どう見ても言葉のマジックがバレたよ、すぐ100ゼロでしたね。続きまして、たくみん。はい、はい、うわー、たくみんだ。タクミンが好きすぎてコスしようと思っていたので、とても参考になりましたと。なるかな。うん、まあなるよ。うん、すごいそっくりだったもん。なんか質問があればコメントください。はい、続きまして、アニラボトーク67。はい、山下さんのおっぱいに触れたのは、おっぱいについて触れたのは正解だったんですね。危なかった。危なかった。触られてるとこだった、山下が。面白いけどそれも。それにしてもアンチひどいですね。君の生だけ再生回数が他の動画より伸びてて、すごい映画なんだなと実感しました。そやね。私もアンチコメント聞いててすっげえ腹が立ったんですけど、最後の皆さんの本当に楽しんでるっていう一言で安定しました。嬉しいね。でそのメンタルマジで尊敬です。うん、みんなが怒ってくれるからね。そうですね。楽しいよ。 100% アンチだったらさすがに動画やってないだろうねっていうね。まあね。でもあれですよ、どうだろう、可能性ある。すごい、あいつやりそうだな。会社ずーっとアンチ10件に対して、うん、ずーっと戦ってるだけの動画。いや、公開スパーリングで、公開スパーリング。なんかつい最近ですね、某トップ YouTuber のなんとか金さんが、アンチの方でも僕の動画を見てくれていることがとてもありがたいですって言ってたらしいんで、あ、いいですね、その精神でうちらも頑張っていきたいと思います。じゃあやめよう、泣く悲しもう。なんでですか。すごい泣こう。天の弱だからさ、もうこの人たち。俺ら帰りたい。有名 YouTuber と同じことしたくないんですよ。うちらが嫌いな某なんとか金さんじゃなくて、その元のなんとか金さんなの。元の方ね、じゃあいっか。本物ノンセル、ユーさんも言ってるしね、そういうことはね。そうだね。じゃあ行きましょう。はいはい、アニオトーク。コレクニ君のウィークについての回答ありがとうございます。スワローテイルさんのウィークをベースにケタボン縫い付けたんですね。うん、私もその方法でウィークセットしていこうと思いますと。うん、ありがとうございます。参考になって。うん、続きまして、三葉さん。うん、毎回楽しんで見てます。ありがとうございます。アンチじゃなかった。ありがとう。はい、ちょっとね、ヒヤッとはするけどね。続きまして、アニオトーク。コメント読んでいただきありがとうございました。河合さんの鋼のメンタル本当に尊敬します。心身ともにイケメンですね。やった。小林さんが最後のアンチでポッキリ折れてしまったかのように見えて心配ですが、思わず笑ってしまいました。すみません。これからも河合さんのアンチを楽しみにしています。松井さんの愛の手は毎回ツボに入っています。わ、嬉しいね。メンタル弱いからな、小林は。それよりヤマピーに触れられてない方が気になったけど。ヤマピーはね、そうやって強くなっていくから。そうそう。逆に叩かれて、こうやって遊ばれて成長として叩かれて。いじられて強くなってるんだ。逆に松井さん褒められないとね、もうすぐやりたくすからね。意外とね、こっちの方が弱い。心配やめたくなるか、松井さんが。
まあ、小林さんはどんどんこれからも叩き潰していきたいと思います。そうですね。はい、潰すの、クロバスの映画ですが、今年やってるのはウィンターカップ総集編のイベント上映です。第1弾が終わって第2弾が今月、第3弾が12月に上映されます。来年の映画は完全新作だそうです。ご参考までにと。なるほど。ありがとうございます。続編なのかな、その続きなのかね。ウィンターカップのね。ああ、そうですね。その完全新作の内容気になりますね。なんかたまに特別試合とかいるね。映画だと、オールスターとか海外から来るとかね。本編ないやつとかやったりするね、たまに。映画だけの超強い敵とかいるから、ね、楽しみですね、うん、続きまして中島くん、あつしくん、おーびっくりした、うぽつです。はい、あつしくんのコスで実際にアシメで黒髪なんですけど、髪の色逆で白のエクステでコスしてもおかしくないですかねと言われてます。おかしいんじゃない、うんうん、黒髪だったらおかしいと思いますね。うん、ちょっとみんなでうんってなってるけど、俺見えない感じで夏希の背中押そうとしたから、うん、押すって何よ、うん、そうっすね強めにいけと、いけいけ、もっといけ、もっと強めにいけ、もっといけ、おかしいよ、おかしい、なんでだよ、もう言ってることが次からみたいになっちゃうね、格ゲーム、私似てるって言われるんですけど、このままいけますかみたいな、もうむちゃくちゃ言ってるから、そういうことじゃないのよ、まあでもあれだよね、似せて、白髪に染めて髪の毛あんだけがざっくり斜めに切ってるんだったら、あ、確かに写真見ないとね、わかんない、一回免許証送ってもらう、でもほら白髪じゃないから、逆でしょ、だから黒に白髪でしょ、 2P カラーでしょ、うん、うん、だから多分普通にウィッグをセットした方がいいと思います、うん、でもそれがめんどくさいからコメントしてんだよって多分代弁してあげるとね、うん、そっかそっか、おっしゃ、コスプレすんなよいやいや、そうなるだ、そうなるだ、あんちゃんよく全部生きてくるね、よく見てくれてるから、めちゃめちゃ背中押されたのに止めに入られたいいやつぶってる、あいつ一番一緒、止めるの遅かった、クソ黒幕いる、クソ黒幕言わせてね、でも言いたいこと全部言ってから止める、とんだマッチポンプ野郎がいい、まあ、アツシ君は結構残飯な中身だと思うんで、うんうん、ウィッグセットした方がいいんじゃないでしょうか、ですね、はい、続きまして、いや、個性があっていいと思いますよアニアオトーク67、はい、かわいいかよ、かわいいかよ、誰が可愛いか、誰に対して可愛さんか、あれあれあれ、うん、次わかりませんね、行きましょう、小江国くん、コメント失礼いたします、はい、可愛さんのコスプレメイクとっても参考になります、ありがとう、ぜひ銀魂の沖田くんのコスプレメイクをしていただきたいですと、銀魂しばらくやってないですね、まあ、まあ、またアニメ化すんだっけ、そうだね、春、あ、冬、3段目ぐらいに保留にしておきました、お、どこなんだそれは、上から上から3段目、だいぶ上の方だ、3段目かな、白鸚の沖田くんのコスプレメイクをしてほしいです、コキは嫌だな、北くんは無理だな、はい、次これは僕が言っただけです、今、はい、続きまして、俺もう一個ボケ考えてたけどねはい本物、本物、教科書に載ってる沖田くん の宇宙戦艦の沖田くんとかあ、別の沖田くん考えた、沖田館長ね、はい、続きまして、アニラボ今週の注目アニメ、コメント失礼します。はい。歌プリの話をしている小林さんに共感しすぎてコメントしてしまいました。なつきねんやと松井さんが興味なさすぎて面白かったです。興味ないわ。私はなつきねんやに歌プリこそしてほしいんですね。なので小林さん頑張ってなつきねんやを歌プリ沼に引き込んでください。お願いします。こいつが沼じゃねえから無理でーす。そうなんですよ。俺が引き込む位置にいないんで、俺は普通にアニメしか見てないんで、ゲームもやってないですからね。小林フィールド通すから、ね、若干なんかね、うるせえが入ってるんですよ。うるせえが入ってるんですよ。そう、こううるさくなっちゃうね。うるせえか。まあでもちょっとにわか感出ちゃう、うん、ここちゃんとアニメ見てんのにね、これが今言っちゃったからあれですけど、小林さんが歌プリのゲームの話をしてましたが、やったことあるんですか、あるんですか、やったことはないんですよ、教えてです、やったことないです、アニメとアニメとゲームでも全然違うってのは知ってる、アニコビン見てるだけでしょ、アニコビンじゃあだとしたらよく把握できてるなって話、まとめだけ見てるよ、あんなザックバランダまとめるよ、最初と最後だけ見てるでしょ、もう、そう、今週のラスト、小林さんが今週は見てる見てないよドキドキしながら見るのもアニラ問題になります、多分今週見てませんってはっきり時あるから、ね、ません、油断すると昔あったね、最初の本当にあった、あと次回よくだけ見てますとかねよく逆にそれよく来たね、そいつこっからここまで見ましたっていうのもあるかもしれないですね、今日は見てると思います、見てないと思いますってコメントを待ちして、なるほどね、当てるんだ、いいね、続きましてアニオトーク、はいはい、よさのさんですか、お願いです、やったありがとう、ね、よさのさん可愛いからね、よさのさん結構あれですね、あの反響きてますから、うん、はい、続きましてヤマトアレクサンダー、おおお、うん、以上、てん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 がいっぱい、無言コメントが、文字化け、文字化け、ああ、ね、何文字ある、5文字だったら愛してるだと思うんだけどうるせえな、ドリカムみたいなこと言ってんじゃねえてめえ、分かりませんけど、ちょっとモールス信号の可能性もあるじゃない、小さい点でてんてんてんを大量に言ったらうるせえだけじゃねえくー、じゃあポジティブでございます、ノイズノイズ、はい、続きましてたくみん、
動画アップお疲れ様です。たびたび拝見させていただいております。さらしが落ちてくるということですが、前面だけ両面テープで固定とは難しいんでしょうか。グルーガンは布とプラスチックを固定するときに、グルーの跡が残って浮いてしまうのであまりお勧めできません。せっかくバッチリメイクしたのに装備品がというのはもったいないことなので、どうにか崩れない方法が見つかることになっております。長文失礼いたしましたと。それを後僕がこの方と何回かこうやり取りをしまして、まあ、解決策を、まあ、とりあえず上だけ作って下は普通にさらしまくと、要は胸のだからあのおっぱい根をだけ、おっぱい根をカバーする用のさらし的なゴムを作る、そうね、まあ、腹巻き的なもんかな、乳バンドというか、で腹はちゃんと普通にさらしまくのはどうすかと、まあね、それがいいかな。匠結構さらしが長いので、だからまあいろいろ考えましょう。素材的にね、両面テープを貼るの嫌だしね、ちょっとね、怖いね、高いんだよね、タイツ的な、破れたりとかしたら嫌だもんね、あと残ったりとか、そうそう、他のいろんなキャラで使いたいのでね、続きまして、UFO夏木パイセン、河合さんが普通に可愛い、やったぜ。あ、難しいぞ、これは可愛いです。そっか、河合さんがほら、多分お手直しみたいなんで、そこかったとこじゃない、だってヤマピンメインのやつなのに、そうそう、ヤマピンメインの、夏希先輩だから、なんか勘違いしてるの、いや、なわけないじゃないですか、可愛いな、なんか混乱しちゃってる、夏希さん、夏希河合さんのコスプレの可能性、え、本人っていう可能性もある。 UFO ってさ、後半になるとみんな名前呼びになるじゃないですか、夏希先輩って呼ばれるじゃないですか、なんか複雑すぎますよね、ちょっと、はい、でも夏希先輩って呼ばれたかったから大丈夫、私は。ああ、実際の時、なんて呼ばれたの、河合先輩。ああ、ね、そっち、普通の方ね。なるほどね。じゃあとりあえず河合さんへの UFO コースのリクエストも多少もお待ちしております。お、いや、こっちの方が前向きで。続きまして、アニラボード67、皆さんこんばんは。こんばんは、かなちゃん。こんばんは。え、おすごい。俺これ臭かったけど、フライングしたようにはちょっと大丈夫。手挙げたちゃん取って。じゃあ正解発表。来週は健康診断がある100歳のライブが大人気のものです。すげえな。いや、早かった。匂いを感じたのよ、ちゃんと。ね、どうしたらここまで言い方ね、ちょっとね、そう、次の一文待っちゃった。そう、ここで確定しますからね。すごいな。でも、はい、イヤイギリみてぇな速さしてたから、入ってなかったからな。いや、でもね、負けてるな。かなちゃんは、下手すると、僕一言目皆さんくらいでもう分かる人分かりますから、分かる、ちょっと言い方がなぜか固定化されてるあたりも文章で分かるから、もうかなちゃん専用の言い方2行目で分かっても2行目で、あ、負けたって。だからもし実際のかなちゃんに会う機会があって声聞いたら違うなってなるから、俺ヤマピ声違うじゃん、ヤマピを責めるよ、私たちが。違う、別に僕かなちゃんの真似をしてるわけじゃないですよ。違うの、俺本人の真似してるもんだと思ってたよ。カタちゃんの真似してもね、キャラクターボスじゃない、カタちゃんファンしか分かってくれないんだね。カタちゃんファンの方しか分かってくれないんだね。続きましてまあまあまあ読みましょう、普通に。皆さんこんばんは。来週は健康診断がある。身長178センチ、体重62キロのものです。カタちゃん結構あんね、身長も。だから痩せてんですよね、むちゃくちゃ。痩せたっつってたね。痩せすぎだよね。悪いとこはなければいいのですが、あると思います。あんのかい。僕も来週健康診断なのでドキドキしてます。仲いいね。PS 山下プロデューサー、10月18日に、アイマスのシンデレラガールズのウェハースが発売されますよ。ウェハースですよ、ウェハースときました。買います。もう LINE 交換しろよ、2人仲良しじゃねえか。本当だよ。そうかな。そうかな。そうだよ。いいね。続きまして、たくみん、初めてコメントさせていただきます。ありがとう。たくみん素敵ですね。私も奥舞台なのですごくわかるって思いました。これから山下さんのコスを楽しみにしてますねと。よかったね、ありがとうございます。たくみんはあれですね、再生回数こそあんま振るってないんですけども、初めてコメントくれる方が多いですね。ありがとうございます。アイマスがね、界隈からありがたいですね、見てくれるのは。ありがとうございます。はいはい。トーラブ1話、トーラブのアニメ、思ってたよりみんなちゃんと動いてて嬉しかったです。石切丸推しなのでお風呂シーン見えたのが本当に感激でした。また中傷になった理由が可愛すぎてやばかったです。来週間はめっちゃ楽しみです。感想動画も楽しみにしておりますと。嬉しいね、ありがとうございます。コメントが来てる間は感想動画も取り付けていきたいと思います。そうですね、コメント来たら、来なくなったら、来なくなったらやめよっか、やめる可能性が、大きい大きい大きい、再生回数かコメント数にかかってるから。なるほどね。続きましてアニマトーク、はいはい、取説するなら佐々木純也を衣装一式用意するので、大好きな夏木さんに大好きな佐々木くんをしてもらえたら、私は夏木さんの ATM になります。ついに衣装を送るからの人が来たよ。まだでも見てないんだ、ドリフェスを。佐々木純也で合ってるのかな、多分合ってると思いますけども、うん、違ったらこの人に殺されそうなので、ちょっと
気をつけます。大丈夫だ、一般ちゃん優しいから大丈夫。言わなくていいんだよ。なんで分かってんだよ。私は夏木さんの ATM になります。もうこれは一般ちゃんよ。夏木さんのサボセンサーめっちゃ綺麗です。どこだろう。アンチの背後に気をつけて過去過激派と。あー一般ちゃんだね。あー一般ちゃんだ。過激派だからな、本当に好きよ。続きまして、三沢さん。はい、夏様可愛いです。お、時々行きます。滝くんの動画上がるの楽しみにしています。コッコさん、コッコさんですね。滝くんまで分かってるわけだからね。チェックがすごい分かってます。続きまして、ちびみ。ちびみ、ちびみ、背景小林さんへ。背景小林さん、もう手紙してる。何それ。だって俺さ、お母さんから来たり手紙送られてきたりわけわかんない。お母さんだよ。お母さんじゃん。じゃあちびみはそう、え、ファイルと受付って書く。息子に背景って書くかな。ちびみの全力ね、コメントが多いんで。全力だったらわかるんだけど。毎週コメント寄せられてるような気がします。すごいですね。足の震えは止まりましたか。また動画楽しみにしてますね。どんだけ俺確認されたの、足の震えいやでも小林さん、ね、俺の健康確認をすげえしてくる人がいるのよ、丁寧に。そうね、肺に穴が開いたりとか、そう、足震えたりとかさ。いやなんかその病弱アピールめっちゃしてくるから、小林が。イケメンだよ。もうまんまとハマってるわけだ、小林。そう、よくないよ。ダメよ、騙されちゃダメよ。でもいい具合にいじってるからね。ちょっといじってんね、そこがいいよ。あ、ちょっとね、今止めましたか。実はまだね、まだまだだったら面白いよね。病院行けって話だよ。カメラの前立つと震えちゃう。この人も結構アニラボ中核派なんでね。中核派って言いかけないで。相当過激派だろ、中核派は。続きまして、たくみん。山下さんお美しいです。女性かと思いました。いえいえ、山下さんの奥舞台はとても綺麗で素敵です。うっすら眉毛があるのもいいです。全剃りはされないのですかと。いや、全部褒めた後に全剃りはされないのですかと詰め寄ってくるって。すごいね。もう行ってしまえよ。もうほぼほぼだけどね、山ピー。そうなんだよね。逆にちょっと伸びたんじゃない。最近ね、コスプレしてないので。伸びてる。だからあの某 TBS のあの番組がある時とか相当薄くなってたんですけど、もうあれも出ないんで多分ね。まあまあ、あとは伸ばしますね。池原でどうなるかが面白いですね。定期的に剃る理由はあるよね。いいね。はい、で、ますますクオリティが上がっておりますのに、おのおしろさは健在で、山下さんの動画は毎度癒されますと。今回は特におっぱいに注目してしまいますね。年にアシストさんなどで販売されている衣装やウィッグをつけたものに化粧品をつけてはいかがですか。晒し上がれてしまいますかねと。あ、やっぱ晒し問題はね、ちょっと気をつけていきたいですね。まあ、ねー、それはね、異常にし、だからまあ地胸だったらね、まだなんとかなんでしょうけどね。地胸じゃないんでね、がっしりしてる。あと地胸だったらね、イベントのエディエーション的にね、多分ダメだと思うんでね。下になんかまあいてないと、アンダーのね、やつをね。でも男ですって言ったら意外となんとかなるので。あもうそこ、まあ、便利な話は男だとセーフなんで、不思議なことは。あの、クロちゃんコスモ、男だったからいいかくらいで見逃された気がするんで、結構。あ、そう、女の子だと。男だとセーフになるんだな、不思議なこと。上半身裸は男だったら OK なんで。可愛かったらもダメなんじゃない。ああ、可愛いところ見られたら。男って欲しいね。小林さんもアウトよ。いやだ、いや、そんなことないでしょ。そういうことじゃない。そういうことじゃない。そまして、興味なくした。イチャつきがバレた。今週注目アニメ。はい。いつもメールで来てかった方が、今回特別にコメントしてくれました。ありがとうございます。なので、長いです。あ、長いそうだ。クールの切り替わり時で良作の終わりを惜しみつつ、今期は皆さんがどのアニメを注目されているのか、来週の更新にそわそわしております。刀剣乱舞がすでに上がっているので、残り3枠が楽しみです。あ、もう詳しいシステムを分からしきっている。ありがとうございます。個人的には BTU の皆さんにぜひドリフターズを楽しんでいただきたいです。あら、面白い作品なのですが、周りの女の子友達には勧めても絵柄を見て、これは見ないかなとやんわり断られてしまって、無力な私に関わって、どうか皆さんの動画でドリフターズの面白さを伝えてください。括弧号泣。号泣されちゃったらね。皆さんの BTU の皆さんはプレゼンをしなくても純粋に楽しんでる姿を見せてくれるだけで、見ていない作品にも興味が出るので、ぜひ不況にお力をお借りしたいです。第1話まであと1時間という今この時 BTU の皆さんにすみません、このコメントを送ります。確実だ。結界戦線を好きになった夏木姉さんや、フェイトで偉人をしている山下さん、テンポの良い一人と敵の役の入ったジョジョ4部が好きな松井さんならきっと気に入っていただけると思うので、にわかでもお願いしますと。小林は見れないね。小林さんも楽しんでいただけるかと思います。俺なんだと思われてる。小林さんの好みが未だに把握しきれてないとか、そんなそんなすみません。そうだね、マジ異世界なんだ。世界苦手だっつって、剣と魔法が出ないと現実的な話が一番好き。おしゃれアニメとか好きなんじゃないですかね。バカにしてんじゃねえかよ。なんか若い女の子が好きなアニメが好きなんでしょ。小林さんはビレッジヴァンガードに指立ってますからね。そんなにいねえのよ。はい、というわけで、このアニラボトークが公開される時には多分もう上がってるので、言っちゃいますけど、ドリフターズは今週の、今月の、今期の特集アニメに入っておりました。はい。またコメントください。また、
打ち切りレースもやってますからね。打ち切りになるかどうかは再生数の少ないアニメはね、ガンガン切っていこうと思ってますからね、方針としてね。そうですね、コメントがあればね、そうですね、6枠全部やりたいですけどもね、はい。まあ第1話ちょっとね、ネタバレがね、できないとこあったんで、あんまりちょっと第1話そうですね、お話がちょっと ね、申し訳ないですけど、申し訳ないですけど、ただね、僕と松井さんはがっつり好きなんで、ね、頑張って伝えていきたいと思います、ね、ありがとうございます、くつさん、はい、くつさん、ありがとうございます。くつさんが見てると思って今後やっていきますんで、ね、意識しながらね、そうね、お願いします。はい、続きまして、マクロスデルタ最終話、お感想待ってました。おしかし先に一言言わせてください。どうぞ。おっぱいが全開です。やばいな、気づいちゃったか。気になりすぎて再生し終えた後に何回も再生して感想を聞き終えました。どうぞ。見ましたね。おっぱい渡したら最強ですね。よしとしてくれてるんだね。まあおっぱいの話はとりあえずすいませんでした。はい、今回とても熱い最終回でした。見たいところが全て見えたような、でもまだ続きが見たくなる胸熱。ロイド様の表現は前回から見ててなんとなくありえそう。前回もメガネキャラだったし、なんて思ったら本当にロイドさんだ。キースとの本能思いの違いが、こうも変えてしまうとは、フレイヤーさんとハインチを生きてくれてよかったですね。格好するの時に涙ぐんでるように見えてとても辛かった。そして三角関係に決着がつきましたね。ミラージュ日記をぜひ。ハヤトとフレイヤーが結ばれたのは嬉しいのですが、ミラージュさんが報われる展開を祈っております。書ききれないのでこの辺りでやめます。長くなりすみません。素敵な作品でした。映画でまたみんなに会いたいですね、と。ありがとうございます。ありがとう。いやー、映画見たいなー。まあ、クラスファンの人にね、喜んでもらえたらよかったと思います、本当に。うん、ですね。はい、感想してた甲斐がありました。ね。こんな感じで、過激派の方がアニラボ感想動画を見てくれれば、その感想は続いていきますので、そうですね、今ぐらい過激なねコメントが来てくれればやる気になりますね、はい、なので、今回の6枠が続いていくか、それとも途中で打ち切られるかは、いやあなたたち次第です。終わる可能性あるぞと、ね、そうですね、6枠もあるんで今回は何しろ、それでなくなったら察してください、ね、はい、なんかったな、なくなるときは静かになくなるもんだから ね、さらっともうジャンプの、ね、参考にしてやってますからね。じゃあ熱く終わるじゃねえかよ。いいですよ、正直我々も6枠もやるのはしんどいので、まあね、編集とかいろいろと、そうね、ヤマピーがね、ヤマピーがね。なので続くかどうか本当にコメントとかにかかってますので、よろしくお願いします、うん、というところで、今週の、通常のコメントは以上でございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか、ここからが普通のコーナーでございます。あー、残念でした。